Hello everybody! Lone Survivor Episode 8! やっていきましょう。いやー、前回はまさかの音声を取っていなかったっていうとんでもないアクシデントに見舞われましたが、はぁ、とんでもないミスでしたね。ほんとすみません。まあそれ置いといてと、今回はついにあのモンスターとあのモンスターを閉じ込めていけるんでしょうかね。はあ、いやーしかし暑い。お、ホットライスプリンを手に入れた。せっかく食べましょう。シスター、よし、オッケー。あとはコーヒーつけて持ってっか。あ、水がないのか。じゃあ水を取っていきましょう。よいしょ。と言っても冷めたコーヒーはあんま美味しくないと思うからな。てか美味しくないでしょ、冷めたコーヒーは。インスタントコーヒー。 It's coffee time!それでは電源もつけたし、まあ準備万端ってところですかね。準備はいいですか、準備はいいですか。僕は準備ができてないっていうのは嘘です。 うまくいくといいんだがな。あれ、ああ前回あれだ、うっかり下立ち上げてなかったか。いやー、なんというポカミス。ということは、またあそこに戻って行ってと。すぐそこか。OK、よし。いやー、前回はつけてなかったのか。失敗失敗。OK、I'm switching it on。動くといいな。よし。OK だね。おっとっと。どうやら。お、電気がついて明るくなりましたね、少し。こっちじゃなかった、左だ左。いや、フラッシュライトがもったいないから、あれですね、真っ暗のまま行かないといけないっていうのは。よし、ついに来ましたよ。ボタンを押す。うわー、すげえ心臓がバクバクいってるよ。今の一体何だったんだ。おお、やばい。おお、ノー、逃げなきゃ。Run! Run for your life! 逃げるんだ。でもどっちに逃げるんだ、どっちに逃げるんだ。こっかこっか。追いつかれる、危ねえ。いや、どこまで走るんだ。ああ、そっか、ここは一本道だったんだっけ。地図見りゃよかったな。おっと、ここは、
おっ、こっか、頼む頼む、あ、正しい道でありますように。うわ怖え。あ、そっか、迂回してきてるんだな。もっと早く走れよ、薄のろ。おっと、で、こっちで合ってるんだよな、このまま真っ直ぐ行って。あー、バッテリーが死んできてる。死ぬな死ぬな空気読みすぎだろ、バッテリー。こっちを右か。で、こっか。よし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 。ノー、やばい、あなんてこったい、間違ってた。こっか、山来たとこだ。あー、バッテリーが死んだ。こっちか。よしよし、走れ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 。うわー怖え、真っ暗だとあんま見えねえ。よし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 。おいやー、はっはっはー、いってる。はぁ、バッテリーがないが、やったー。やったー、逃げ切ったー。ふぅ、疲れた。はぁ、まさか、あそこ絶対、間違った道選んだ時はもうダメかと思った。よし。フラッシュライトもなくなったから、緑だかな？飲みましょう。よし。いやー、うまくいってよかったー。手が震えてる少し。こんにちはーす。Hello again. もう答えは見つけられたかい？なぜ私が箱をかぶるか。ああ、これは同じ質問だね。じゃあ違うの選んでみましょうか。なぜならあなたは見にくいから。なぜならあなたは、お前は顔が変形してるからだろ。もしかしたら、だがそれが理由で私は箱をかぶっているわけではない。で、また同じことですね。暗闇のあなたの友達ではない。やりやりや、ラジオよりちょっと長くあるかな。ダイレクターの周波数を調べる。何もないのか。よし、バッテリーは新しく入れてと。これでバッテリーあと一つ。OK、コーヒー飲むか。よしよし、グッグッグッて。これでやっと外に出れるのかな。こっちだったよな。よし、ここか。いないよね。オッケー、ちょっと呼んでみるか。なんて、もう動かない。鏡がある。この音楽いいな。よし、一応つなげておいてと。信じられねえ、ここまでたどり着いた。やっとだ。もしかしたら外に出ることが俺にとっていいことか
いいことなのかもしれないな。だがそして俺のことを殺す可能性もある。まどっちみ本当はどうでもいいんだがな。俺はなんかあいつらのように中で腐っている。腐っているだな。まあ行く時間だ。外だー。お、鍵だ。ファイアスケープキー、非常用口の鍵かな。なんで外にあるんだっていう話だけど、ここはなんかこっからは入ることができない。階段を使う。非常用口の鍵を使った。あー家だ。ホームスイートホーム。これで息が楽になりますね。よし。 What a great cat you are, sleepy cat. じゃなくてご飯。どうしようかな。クラッカーでも食べるか。調理しないで。やっと外に来た。あった。あそこなんかあんのかな。何もないや。調べられないと。まあいいや。まず左から行ってみようか。なんか扉っぽいのあるしな。あーダメか。地図が欲しいな。でまたあいつらがいるのか。Guns and ammo. 銃と弾って書いてありますね。窓を見る。誰か中にいるのか。おや、どうやら生存者かな。それとも腐ったやつなのか。おお。はい。ちょうどあったな。なんか武器取れるかな。 No thanks. 自分の拳銃で十分だ。なんだよもったいねえな。一つ拳銃で十分だ。コルトパイソンとかさ、もっとかっこいい拳銃持っていこうぜ。5.7とかさね、もっと弾を、ね、弾倉がでかいやつをさ。ドア固く閉じられている。おーい、誰か中にいるのか。あなたは誰だ。お前は人間か。そうだ。ああよかった、生存者がいた。中に入れてくれ。ここは安全じゃないんだ。わかった、ちょっと待ってろ。だが光を消してくれ。わかった。よし。ああ、あそこで助けてくれてありがとうよ。名前はなんて言うのだ。ハンクだ。俺から一体何が欲しいんだ。俺あまり体調が良くねえんだ。ああ、俺はまだ人間な
人間の生存者を探しているんだ。うん。ああ。まあ、そのことだが。俺自分自身を、なんていうんだ。自分を例える。自分自身のことを言うなら人間ではないだろう。この状態では。まあ、わかるだろうが、奴らが俺を噛んだんだ。まあ、頑張って生き残ろうとしてるんだがな。まあ、わかるんだ。俺自身が腐っていくのが。ねえ、最初はかゆいって思ってたんだから。まあ、あんまりかけるようなかゆみではなくてさ。まあ、何言ってんのかはわかるよな。ああ、すまない。ということは、お前は奴らの一人、奴らの一部になってしまうのか。こうやって怒るのか。まあ、そういうことらしいな。正直言って、わかんないや。情報やなんたらかんたらだ。制限されているから。いや、制限されているから。このことについては。おいおい、大丈夫か？本当に、体調が悪いようだな。俺もそんな風になるのか？治療の方法があるはずだ。もうここで終わりにするべきだよ。治療方法あるんじゃないかななんて言ってみようか。まあ、探し続けていれば必ずどっかに抵抗剤っていうのかな、抵抗剤があるはずだ。あるはずだ。絶対にあるはずだ。わからねえよ。どうやって中がめちゃくちゃにされた状態を治すってんだ。まあ、自己防衛機能は強いからな。違うか。まあ、なぜかはわからねえが、まだまだ死にたかねえよ。そんなことより、俺は、見ての通り、俺は在庫があるんだ。まあ、ほとんどないんだが、弾ならある。まあ、見たところ、お前は拳銃を持っているな、友よ。まあ、持っていて損はしないな。じゃあ、ピルと物々交換だ。あの青いやつを一つくれれば、お前に、マガジンを一つやろう。どうだ？まあ、いい取引だと思うよ。どこで仕入れてくるかは分かっているからな。まあ、探してみるよ。まあ、頑張るよ、ハンク。まあ、外にいる奴らに気をつけろよ。まあ、大事なところで噛んでしまうとは。近づきすぎると、お前も俺みたいになっちまうからな。ああ、ハンク。まあいいや。青いピルはあんま渡したくねえな。おう。いるねえ。二人もいるねえ。仲良し。こ
小吉ってところかい。あそこに地図があるのかな。ちょっと待って、よし、一体は素通りして、いやでもあの一体はどうしようかな。あんま拳銃の弾は使いたくねえな。ダメか。ダメ臭いね。しょうがない。一発無駄撃ちしまった。まあいいや。まあ時間、そうそう時間なんで、今回ここまでにしましょう。いやー、ついに外に出ることができました。はい、この先に何があるんでしょうか。そしてこの街に何が起こったんでしょうか。そろそろ解明されるような予感がします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。